ただいまより、ビッグソフト株式会社2024年2月期第2四半期決算説明会を始めさせていただきます。本日は第2四半期決算概要を代表取締役社長の大貫よりご説明いたします。その後、皆様からのご質問をお受けいたします。Zoom ウェビナーからのご質問については、Q&A 欄に質問内容をご記入ください。質問の中から運営側で選択して回答いたします。それでは大貫社長、お願いいたします。はい、ビッグソフトを代表しております大貫です。時間も限られていることから、早速決算の説明に入りたいと思います。まず本日の目次ですが、こちら6項目の資料となっております。私の方からは最初の4項目、成長ビジョンまでの方を説明させていただきます。後ろの2項目につきましては、資料として後ほど参照していただければと思います。まず、新しいミッションとビジョンでございます。当社ですね、事業領域を広げたいと思いまして、新しいミッションの方を設定いたしました。それがこちら、イノベーションを起こして、あらゆる人の可能性を最大化するということになります。具体的に言いますと、下の方に書かれてはおりますが、新しい働き方を可能にすること、もしくは組織の生産性を飛躍的に向上させること、こういったことをですね、これまでもお客様に提供してきたのではありますが、よりこれらに関してより上流工程の方から取り組みたいと考えておりまして、今回ですね、ミッション、またこの後説明するビジョンを新たに設定しております。これまでは、私たちツールというものにこだわって、どちらかというと下流工程の方をメインに事業領域にしておりましたが、今後ですね、上流工程に広めていくという、新しい変化をしたいと思いまして、この度ミッションの方を刷新いたしました。続いてそのビジョンでございますが、こちらのビジョンは、ミッションというのがかなり遠い目標感のところを指し示して、方向性とかを指し示しておりますが、ビジョンはその中間地点ですね、見える範囲で私たちが今後お客様に提供していくこと、こちらを示しております。こちらは、つながる、創造するということをビジョンにいたしまして、具体的には何がつながるんだということは、この下の絵の方に書かれてますが、例えば経営と現場がつながって、迅速な意思決定を創造する、もしくは部門と部門がつながってスピードと品質を両立する、こういったことをですね、実現できる世界、これらを私たちの事業領域、お客様に提案、提供していきたいと考えております。続いて、当社の特徴と強みについてご説明いたします。2点、ありまして、まず1点目、こちらはですね、エンタープライズアジャイルを推進し、日本企業の DX に貢献するということになります。新しいミッション、ビジョンが設定されましたが、この当社の特徴である1点目、こちらについてはですね、矛盾のない内容となっているというふうに考えています。というのもですね、やはりお客様、アジャイルというのを開発の範囲からですね、経営ですとか営業、マーケティング、そういったところにアジャイル的な仕事のやり方を広めていきたいというのは、市場の動向といたし、して、非常に肌で感じているところでもありますし、それが実は DX を推進する上で非常に重要なファクターになっているというふうに私は考えております。そして2番目、こちらは数値目標になっていますが、20から25%の売上成長、こちらを継続して、それとともにですね、中長期的に高い利益率を生み出す組織を構築する。こ
この2点によってですね、株主様の期待、こちらに応えていこうと思っております。こちらは、当社が事業の柱としているアトラシアンについての参考資料になっておりますが、アトラシアン社、ご存じない方もいらっしゃるかと思うので簡単に説明しますと、本社がシドニーにあります IT 企業でございまして、今ナスダックに上場して、ティームというティッカーで上場しています。従業員は7000人、顧客数25万社以上ということで、非常にアトラシアン社、存在感が大きくなってまして、日本でもですね、その名前が非常に広く知れ渡るようになってきていると認識しています。続いて、2024年2月期第2四半期の業績についてご説明いたします。決算ハイライトといたしまして、まず業績でございますが、売上高34億7800万円、成長率プラス 27.1%、営業利益2億9100万、同じくプラス 4.2% となっております。こちらですね、対前年同期比で増収増益ということであります。また、四半期の売上においてですね、過去最高の数値を達成しており、これは前回から継続していることということになっています。この売上の好調さのポイントといたしましては、やはりライセンス売上、これがですね、対前年同期 38% 増ということで、28億2000万で着地することができたということになります。その要因といたしましては、アトラシアンライセンス、こちらのオンプレ版、クラウド版、この2つのライセンスがですね、共に売上増加に貢献することによって達成できたというふうに考えております。最後、トピックといたしまして、ちょっとこちらはネガティブな要素のお話になりますが、今回ですね、特別損失というのを計上しております。これは信託 SO 関連ということで、3億5800万の特別損失になりますが、理由といたしましては、信託 SO の一理由になっておりまして、こちらはですね、一過性のものであり、当社の本質的な事業内容、事業成長に影響を与えるものではないというふうに理解しております。この続いて、業績予想の修正ですが、先ほどの信託 SO の特別損失によりまして、業績予想の修正をさせていただきました。事業内容の方は変わっておりませんので、売上高から経常利益に関するところの修正は行わず、当期純利益、こちらの修正をさせていただきました。続いてその信託 SO についてなのですが、こちらはですね、今年の5月、国税庁から信託 SO に関する見解というものが出されてですね、当社の社内でも、様々な議論、また外部専門家の方々との協議を重ねてまいりました。その結果ですね、当社の対応というものが決まりましたので、こちらに記載させていただきました。当社の対応といたしましては、権利行使済みの信託 SO、これに関わる源泉所得税の納付は、すべきだということで、こちらはすでに納付済みになっております。また、その一度納付したものを役職員に求償するかしないかということになりますが、こちら、現職の役員については求償する、職員等については、求償権の一部を放棄することといたしました。これによりですね、業績のへの影響、これが最終利益の方に影響が出ております。
ただ影響は出ておりますが、次のスライド、こちら財政状況、こちらについては問題なく十分な安定性を持った経営ができる資金、あと流動資産ですね、ございますので、この安定した経営状況のもと成長するための投資を行って事業成長の方を継続していきたいというふうに考えております。続きまして、第二四半期の実績についてご説明いたします。売上は先ほども述べました通り対前年同期比 27.1% 増で、過去最高水準を続伸しております。ただしですね、SI サービス、マネージドサービス、これはちょっと2つのサービスの売上減少により営業利益率が低下しているというのが数字上出ております。こちらがそのサービス別の具体的な売上高になります。前こちらも既に言いましたが、ライセンス、こちらが対前年同期 38% 増で28億2000万で着地しております。一方ですね、ちょっと調子が悪かったのがその人の SI、 こちらはですね、クラウド移行というのが今アトラシアンで、商品のトレンドというか製品の切り替わり時期というのがありまして、クラウド移行というのが進んでいるのですが、それに伴ってですね、小型の SI 案件が想定以上に多く発生しました。そしてその対応に追われ、もちろんそこはお客様を維持して継続利用していただくというものが必要なためですね、これは必要な対応というふうに判断しておるのですが、実際、それで効率が悪く、回転率が低下し、結果として SI 売上は下がりました。続いてそのサービス別、これは四半期別に2年半並べた売上高推移になっております。見ていただきますと、アトラシアンライセンス、これはですね、多少のデコボコはありますが、基本的に右肩上がりの成長を記録していることがわかると思います。そして、今回 Q2 ですね、今期の Q2 は、過去最高の15億700万のを記録することができました。そのアトラシアンライセンスの商品別、種類別の売上高でございますが、アトラシアンライセンス、これはクラウド版とオンプレミス版、2種類ありまして、今期の Q2 ではそれぞれ4億8200万と10億2500万でありました。これはですね、前年度の Q2 に比べると約それぞれ2倍の数値となっておりまして、それぞれですね、クラウド移行というのは進んではいるのですが、オンプレ版も引き続き継続して成長していっておりますし、もちろんクラウド版はですね、グラフで見て分かります通り、着実に毎クォーターごと売上が積み上がっているという形を実現することができております。続いて営業利益に関するスライドであります。こちらはですね、収益認識基準の適用により、従来と比較して、安定的に営業利益を創出することができているように感じております。ただですね、人員等に積極的に先行投資するということも行っておりまして、直近ですね、営業利益率の低下、もしくは、SI 案件の売上、ちょっと低下ということで、営業利益は下がっておりますが、これは将来的な投資を行って、同時に行っているということもありまして、数字上はですね、少し下がりがちょっときつめに出ているというふうにはなっておりますが、体制の構築を今推進している最中でもありますので、この今の下がりは将来への上がるための
ちょっと力を蓄えているところというふうに理解していただけると幸いでございます。そして販管費のところでございます。先ほども言いましたように、やはり人員を積極的に増やしているというのが販管費、費用の面からも、あと人数の面からも、このグラフから読み取れるかなと思っています。続いて、クラウド移行ですね。アトランシア社が、推し進めているクラウド移行ですが、それは何もどういうことなのかというのは、このスライドで説明させてもらっています。サーバー版という古い製品をですね、サブスクリプションライセンスであるアトラシアンクラウド、もしくはアトラシアンデータセンター、この2つの製品、新製品に移行していくというものを、私たち今日本のお客様に積極的に進めております。これによってですね、さまざまな、いいこと悪いこと起こってはいるのですが、基本的にこの移行を完成させて、お客様を維持したままですね、そして新しい環境に移った中で、また高い成長率を維持していくための組織づくりみたいなものを今行っております。次のスライド、こちらはですね、クラウドといったときにですね、実は当社が扱うクラウドは2種類ありまして、アトラシアンクラウドとビッグクラウドがあります。ビッグクラウドは当社が運営するクラウドサービスでして、それの比較をですね、時々ちょっと名前が似ているので分かりづらいというご指摘もありまして、その違いを示すために作ったスライドでございます。詳細な説明は省かせていただきたいと思います。続いて成長ビジョン、当社が目指す姿についてご説明いたします。まずですね、左側見ていただきますと、2023年2月期終わった期のところで56億2300万、これが当社の事業規模でございますが、これを3年後、2026年2月期には100億円の超えるところに持っていき、そういう事業規模にしたいという計画を立てています。でその時ですね、メインになる事業というのはライセンスのではあると思っております。でその先ですね、中長期ビジョンにおいても、ライセンスというのは、お客様の新規開拓もしくは維持というところで、重要な事業だと考えておりますが、それらの一度弊社のお客様になっていただいた方々により高度なサービスを提供するということで、今まではサービスやプロダクトを分けて提供していたのですが、お客様からの要望も増えてきたりですね、私たちができることも増えてきたということで、これらを一つにして、テクノロジーコンサル事業というふうにちょっと名称を変えて、コンサル、要は上流工程に踏み出そうとしております。その上流に踏み出す理由がですね、こちらのスライドに書かれています。一言で言うとですね、やっぱりお客様の要望、お客様からの期待値、私たちに寄せられる期待がですね、非常に、最近増えているというふうに感じておりまして、そこに対応していこうというふうに考えています。この矢印で言うとですね、まずお客様一部門で、例えばアトラシアン製品を使い始めるのですが、だんだんとその利用が広まっていって、複数部門もしくは全社で利用します。そうなった時ですね、大体発生するのが、製品や技術の課題というものが発生します。これらを解決して、私たちは客層というのを増やしてきました。ただその先が最近出てきてまして、その製品や技術課題を超えたお客様固有の個別の課題が発生してきています。例えば業種特有の課題、製造業ですとか、情報通信でも特有の課題があります。
それ以外にも会社ごとの課題、こういったものをですね、解決することで、解決することを、テクノロジーコンサルティングというふうに分類しまして、ここをですね、事業領域に広げていきたいと考えています。もちろん、製品や技術課題というのも解決も継続して行うのですが、このテクノロジーコンサル、これを追加する形で、事業領域を広げていきたいというふうに考えておりまして、先行する数社のお客様に関しては、もうすでにこのあたりを提供は始めていますが、これをですね、一般的にこう広めて、次の事業の柱にしていきたいと考えています。それを行うための姿が次のスライド、顧客サポート体制の強化になります。当社はですね、代理店を介さない直接営業というのが特徴になっております。これはですね、今まで営業チームが顧客を新規開拓し、先ほどの技術的なサポート、製品面のサポートを直接行ってきたということで、素晴らしい顧客層がいらっしゃいます。顧客層を当社は持っています。その顧客層に対してですね、コンサルチームが、お客様ごとのちょっと難易度の高い課題に、課題を解決する、もしくはより高度な製品の使い方、カスタマイズを行うということを行って、充実の顧客サポートというものを構築しようと思っております。別の言葉で言いますと、今では営業チームが、お客様と一つの点で、つながっていたものを、二つの点、営業チームとコンサルチーム、顧客接点を二点化するということで、お客様に今深く入っていってですね、当社の事業の方を広げていきたいというふうに考えております。具体的には当社のお客様、ここに書かれているようなロゴのお客様になっています。以上で、私からの今日のご説明は終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより質疑応答に移ります。改めまして、質問がありましたら、Q&A 欄に質問内容をご記入ください。投稿されたご質問の中から、運営側で選択して回答いたします。なお、匿名での質問を希望される方は、質問投稿時に匿名ボックスにチェックを入れてください。それでは、質疑応答に移ります。まず、現在までにいただいているご質問より、回答させていただきます。はじめの質問となります。今回の決算にあたって、大貫社長が一番良かったと考えている内容を教えてください。という質問となります。大貫社長、お願いいたします。はい、今回の決算で、一番良かったなというところでございますが、資料のですね、こちらですかね、に書かれている、売上高がですね、対前期比 27.1% になったことになります。これは、今期、調子が良かったと、売上調子が良かったというだけではなくてですね、将来、の目標といたしまして、26年2月期に売上高100億円を超えるという目標を掲げておりますが、そこに、行く最初の6ヶ月が今過ぎたところでございまして、この100億円に向かって、最初のいいスタートが切れたなというふうに考えております。以上、回答とさせていただきます。ありがとうございます。では、続いての質問となります。第2四半期の粗利率が、大幅に低下しています。
SI サービス、マネージドサービス、比率低下だけでは説明がつかないと思うのですが、アトラシアン製品のクラウド比率の増加など他に要因がありましたら教えてくださいという質問となります。大貫社長をお願いいたします。はい、ご質問のところでございますが、まずそうですね、粗利率の低下、今回 4.2 ポイント低下しておりまして、その原因は何かというところですが、ご指摘ありましたように、ライセンスの減価、粗利率の低下は発生はしているんですが、基準内、私たちの想定内というところで、収まっているというふうに判断しています。そしてですね、質問の方はこの割合、構成比だけで説明ができないというふうに、おっしゃってはいますが、やはりですね、 SI 売上の低下というのは実は、エンジニアの数は増やしていてですね、コストはもちろんかかっているんですね。なんですが、やっぱりこの効率性、回転率の低下、これによって、売上が今回伸び悩んだというのがございまして、ここは利益が非常に圧縮されてしまったというところがありまして、それで、この構成比で 8.4%、 これではつかないというんですが、コストの方は実際かかっていますので、それは将来に向けての人を増やすという投資も含めてなんですが、それによってですね、人を入れたほど売上を伸ばすことができなかったという、理由によってですね、全体の粗利率の低下、足を引っ張ったという形になっています。マネージドサービスもですね、やはり今までと人を減らしているわけではありませんので、そこも今までと同じコストはかかっておりますが、売上の方がへこんだ分ですね、粗利低下に動いてしまったというふうに、理解していただければと思います。以上、回答とさせていただきます。はい、ありがとうございます。では、続いての質問となります。また同じ利益の話なんですが、公開以降営業利益率の低下が続いていますが、この傾向は今後も続くのですか。もし、改善に転じるのであれば、その時期はいつ頃でしょうか。もうそのまま続くんですが、中期イメージ、2026年売上高100億を達成した場合の営業利益はどの程度になりますかというご質問となります。はい、そうですね、おっしゃる通りですね、市場に出てからですね、営業利益率、低下をしているのは認識しております。そこでといっては何なんですが、でライセンスの利益率も、徐々にではありますが、やはり、下がってきていますので、このテクノロジーコンサル事業、こちらに、利益率の向上の一つの解決策を見出しています。やはりですね、サービスプロダクト、これをただ単純に合わせただけではなくて、ここにコンサルティングの要素というものを入れまして、ちょっと下がってきた営業利益率をですね、改善していこうというふうに考えております。またこの絵の中では2026年2月期から以降にコンサル事業を作っていくというふうに、ちょっと見えてしまうんですが、もうこのコンサルティング事業はですね、今一部では始まっていますし、組織変更もですね、もう早急に進めて、こちらをですね、この絵の前後関係に依存せず、もう少し前倒しで行っていく形にしようとしています。では、
いつぐらいから利益率が改善して、26年2月期ではどのくらいのパーセンテージになっているのかというご質問でございますが、数字を具体的にここになるというのはなかなか言いづらいというか、言い切りにくいものはあるんですが、目標感といたしましては、今の低下している利益率を復活させ、少し上げていく程度には、持っていきたいというふうに考えております。このあたりはですね、実際、数字をですね、見えてきた時点で、もう少し将来のことを言えるタイミングで、述べていきたいなと思いますが、今ですと言えるのは、ここまでかなというふうに考えております。以上、回答とさせていただきます。はい、ありがとうございます。では続いての質問となります。パワポの17ページ、こちら、アトラシアンライセンスの商品種類別の売上高のパワポになりますが、こちらについてもう少し詳細に教えてくださいという質問となります。はい、こちらのスライドですが、アトラシアンは大きく2種類のライセンスを持っています。クラウドとオンプレです。で、クラウド移行が世の中の IT 市場というか、IT の流れではございまして、それはですね、アトラシアン製品も漏れず同じで、毎クォーターずつですね、5000万から8000万プラスされていくのが、このグラフからも読み取れるかなと思います。この流れは、今後も同様に続くというふうに予想しておりまして、それが Q3、Q4 に書いた、影の部分ですね、になっていて、もしかしたらもう少し加速するかもしれないのですが、着実に、右肩上がりの一直線のような伸び方をするだろうというふうに考えています。一方ですね、オンプレミス型。これはもうなくなってしまうのではないか。もう IT 業界の中ではある製品群はもうオンプレ全く売れないみたいな話もありますが、アトラシアン製品においては、実はまだまだオンプレ製品の方が多く使われておりまして、今、当社の実績、この数字を見ると、微増していると、少し増えているというふうに読み取れるかなと思ってまして、この傾向はですね、もう少し続くかと思っております。ですので、直近から中期ぐらいまでは、2つのものが、クラウドオンプレミスともこう増えていきまして、ある長期視点で言うと、クラウドに集約されていくと思いますが、その時はクラウドの方がぐぐぐっとこう伸びてきて、オンプレが本当にシュリンクしていくというような流れになるというふうに読んではおりますが、その遷移をですね、こちらのスライドで、お示ししながら、投資家様、株主様の方に詳しくその遷移とか流れをですね、説明していきたいというふうに考えておりまして、こちらのスライドの方を作成しております。はい、以上、回答とさせていただきます。はい、ありがとうございます。続いての質問となります。2026年2月の、売上目標、100億円という、内容あるかと思うんですが、こちら、M&A を含まないオーガニックの成長という理解でよろしいでしょうか？という質問をいただいております。はい、そちらに対する回答は、イエスで、オーガニックな成長で100億円を超すというふうに、計画しております。以上です。ありがとうございます。続いての質問となります。こちら画面、成長ビジョンのところなんですが、先ほどお話のあったテクノロジーコンサルティングへ、進出されるというところなんですが、もう少し詳細に、その内容の方を教えていただけますでしょうか？というようなご質問をいただいております。はい、そうですね、テクノロジーコンサルに進出するというかですね、もう一部やってはいまして、それをより、メニュー化ですとか、きっちりここを扱える要員を増やす、そして、きちんとした1サービス、
リックソフトはコンサルもできるんだというふうな、マーケティングも打っていくということになります。で具体的には、先ほども言いましたが、やるべきことはもうだいぶ見えておりまして、業種特有の課題というのが多分一番多いというふうに思っているのですが、私たちの場合ですね、製造業でしたら、例えば日本の製造業の方々、結構海外の製造業の進んだ開発の仕方ですとか、進んだツールの使い方、こういったものを非常に知りたい、そしていいものを早く自社に取り込みたいという要望がございます。当社ですね、海外の進んだやり方を日本にやり方も輸入するということがですね、非常にやりやすい立場にありまして、それはトラシアンのネットワークがですね、ありますので、そこで、日本の大手のお客様、製造業、もしくは、情報通信業、金融、そういったお客様に、海外の進んだやり方、もしくはアジャイルなやり方、そういったものを、しっかりお金を取ってコンサルティングとして提供していく、それを進めていきたいと考えています。はい、以上、回答とさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、続いてのご質問となります。足元の状況についてのご質問となります。足元の状況ですが、アトラシアン製品の、サーバー版のサポート終了を控えていますが、移行に伴う、駆け込みの需要などはありますでしょうかといったご質問をいただいております。貫社長、お願いいたします。はい、駆け込みの需要というのは、駆け込みの需要とは何かというところなんですが、変化はあります。ですね、約3年前にアトラシアン社が、もうサーバー製品をやめて、別の新しい2製品に移動を推移するといったのが、こちらですね、クラウド移行。その時クラウド移行というふうにアトラシアン社は発表したんですが、これは2020年10月ですね。実際3年経ってみて、クラウドにもちろん移行はしましたが、データセンターに移行しているお客様もたくさんいます。傾向としてはですね、お客様、日本のお客様、セキュリティを考慮しないお客様、できればクラウドに行きたいというのがこれまでのトレンドでした。ただですね、もう残された期間が半年ないということで、もうクラウドに行けないお客様はもうクラウドに行かないで、お金を高い製品であまりこう技術的変化のないデータセンター版に移ろうというふうに考えるお客様が最近は多くなっています。そういう意味で、データセンター版の売り上げが増えるというのが、私たちの読みでして、それを駆け込みというか駆け込み需要というか、というふうに捉えるとですね、駆け込みはあるなというふうに捉えていただいて結構だと思います。以上で回答とさせていただきます。はい、ありがとうございます。この他、ご質問はございますでしょうか。ございましたら Q&A 欄に質問内容をご記入ください。ご質問がないようでございますので、以上で、今来ました。すいません、今、来ましたので、こちらも、お願いします。質問内容はですね、アトラシアン製品の値上げが、10月18日からということですが、足元で変化はありましたかというご質問となります。はい、足元でその
値上げの変化はありましたかということですが、実は毎年ですね、年末に向けて値上げをするっていうのが、ここ、アトラシアン、5、6年の恒例になっておりまして、また来たかという感じのお客様の反応となっております。ある程度、私たちもバッファーをお客様に取っておいてくださいということは、伝えてありますので、ある程度お客様も値上げのことは予測はしているというふうに感じております。ですので、この値上げによって製品の利用をやめようという話はほとんど聞こえてこないというのが実態だと思っています。はい、以上回答とさせていただきます。はい、ありがとうございます。この他ご質問はございますでしょうか。ございましたら Q&A 欄に質問内容の方をご記入ください。ご質問がないようでございますので、以上で質疑応答を終了させていただきます。以上でビッグソフト株式会社2024年2月期第2四半期決算説明会を終了させていただきます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは最後になりますが、代表の大貫よりお集まりの皆様に一言御礼申し上げます。大貫社長、お願いいたします。本日はお忙しい中、当社の説明会にお集まりいただき誠にありがとうございます。説明の中でも何度も述べましたが、今ですね、当社メイン事業であったライセンスからライセンスだけでなく、コンサル事業の方へ幅を広げていきたいと思っております。これによってですね、成長をより加速し、皆様の期待に応えられる売上だけの成長ではなくて、利益率も元に戻すというか、上げるような動きも取り始めておりますので、引き続きですね、当社のその数値成果、そちらに期待してウォッチを続けていただけたらと思っております。本日はどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。